細川前馬議長の門に入りました。通称長谷川流下村派神殿流の居合と呼ばれ、林崎仁助重の重心流を略して重心流とも伝わります。中山は永年にわたり毎日早朝の暗がりや深夜の一人稽古を続けた話は今日にも伝わっております。林崎居合神社に圧倒中高の祖林崎先生直統神殿重心流18代有信白道と署名した額を奉納。その説に水平に抜きつける重心流独特の浮雲を演舞した写真が残ります。中山は皇帝である橋本東洋に本流の一部を指南送伝。大正8年に木村英寿は中山門下になり、無双神殿抜刀術標法重心流の指南を被り、やがて木村英寿は次男茂樹と無双神殿流の重鎮橋本正武、額田久志両氏に送伝し、今日の重心流はこの3人からの流れで、中山白道の影響もあり、全日本居合道連盟の居合道部で交流として脈々と伝わります。今日は仙台在住の村上義信と早坂健一郎、小学生の村上隆信3名の剣士が奉納いたします。いや、とう、とう、いや、とう、とう、いや、とう。Yep! Yep! Cool! Yep! Cool!
居合5本を抜きます。